総一郎、そういう部分が僕は結構好きだって、ずっとそれで笑ってました僕は。すごいいろいろ性格出ますよね、はいはいはい、ワールドカップ期間あったと思うんですけど、ご自身の中で思い出深いエピソードとかってあります？まあ結構同期と一緒にいて、代表メンバーだと吉井とか、はいはい、西田とか、はい、あとは総一郎一個下なんですけど、とずっと代表期間中は夜になるとみんなが集まれるような部屋があって、はい、そこに集まってずっと大富豪をしてるみたいな。ずっと大富豪毎日も大富豪してたみたいな、誰が1位何回取れるかみたいなだけなんですけど、もうこれがもうずっと飽きないぐらいやってたので。あ、そうですか、はい、このメンバーにジョシュ・ホーキンソンとかも入ったりして、はい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 、結構ワイワイしながらしてたので、まあ、そういうオフの部分で楽しめたことが記憶に残ってるかなと思います。選手で、あ、意外にこういう一面側面あるんだなとかっていうのはありました？総一郎は結構すぐ嘘つくし俺も勝てるでとか言ってめちゃくちゃ手札弱いとかありますし、